クロノスは1992年に制作されたメキシコのホラー映画ギレルモデルトロ監督。ビデオ代はクロノス、寄生吸血虫。1536年、錬金術師のウェルトフルカネリは宗教裁判所から逃れるためにメキシコへ渡り、総督御用達の時計師になった。彼はそこで永遠の生命の鍵となるものを作り、それをクロノスと名付けた。 時は、流れ、400年後の1937年、丸天井が崩れ心臓に一撃を負った男がいた。肌は、死人のように白かった。彼は、巣を天保り、字は永遠なりという言葉を残して生きたえた。警察が捜査したが、何も公表されなかった。黒の巣について触れられているものも何一つなかった。古物商を営む書老の男ヘススは、ある日、 売り物の天使像の中から奇妙な金属機械を見つける。彼がそれをいじると、それは時計のように動き出し、中から飛び出した針が彼の手を貫いた。やがてヘッスはその針に刺されることに快感を覚え、また知恵の渇きを抱くようになった。また恋人のメルセデスは彼が若返っていることに気づく。同じ頃、彼の店にアンヘルという男が訪れ、天使像を買っていく。 だが、機械がその中にないことを知ると、アンヘルと彼を操るそのおじのクラウディオはその機械、クロノスを渡すようヘススに要求した。ヘススが申し出を断ると、クラウディオはクロノスを奪うようアンヘルに命じる。クラウディオを疎ましく思うアンヘルはヘススを始末することで命令を果たそうとするが、殺されたヘススは、仮想場から姿を消す。カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。